皆さん、こんにちは。STM32 マイコン体験実習セキュリティ編パート2です。パート2では s t m 3 2エルゴマイコンでトラストゾーンを使うための開発環境を準備します。演習を始める前に作業環境を整えます。演習で使うツールの STM32Cube プログラマーと STM32 CubeMX をインストールします。これらのツールは Java 言語で実装されているため、Java 実行環境もインストールします。演習ではファームウェアのプログラムコードを編集、ビルド、実行する作業があるため、STM32 CubeL5 ファームウェアパッケージをダウンロードしておきます。 統合開発環境は IAR システムズ社の Embedded Workbench for ARM を使います。このスライドは Java 実行環境のインストールに必要な情報をまとめています。スライドが示す URL から 64bit 版 Java 実行環境のバージョン8 アップデーート202をダウンロードします。このバージョン8、アップデート202までは従来の Java ライセンスが適用されます。STM32 にはオプションバイトと呼ばれる不規発性設定領域があり、STM32L5 マイコンのトラストゾーンを有効にするには、オプションバイトの設定を変える必要があります。 STM32 Cube Programmer でオプションバイトの設定を変更します。STM32 CubeMX を使う演習がありますのでインストールしておきます。STM32 CubeMX は STM32 の初期化コード生成ツールです。 stm32cube.l5 ファームウェアパッケージをスライドが示す URL からダウンロードします。ダウンロードできたら C ドライブに code という名前のディレクトリーを作り、そのディレクトリーにダウンロードした cube.l5 ファームウェアパッケージを回答します。stm32cube.l5 ファームウェアパッケージを すでに STM32CubeMX でダウンロード済みの場合は CubeMX のリポジトリディレクトリーから CubeL5 ファームウェアパッケージを C ドライブのコードディレクトリーにコピーしてください IAR-EWARM-8.50.1 かそれ以降のバージョンをインストールしてください 評価版ライセンスを使う場合は、期間限定ライセンスをお使いください。コードサイズ限定ライセンスでは、トラストゾーン対応ファームウェアがビルドできません。PC 上の作業環境が準備できたら、次にエルゴマイコン基板を使うための準備を進めます。今回の演習では、エルゴマイコンのニュークレオ基板を使います。 基板を使うための準備を始める前に、編集事前準備でパソコン上の作業環境を整えておいてください。JTAG はニュークレオ基板のオンボード JTAG を使います。オンボード JTAG への接続と基板への電源供給に US、USB t y p e a to m i c r o B ケーブルが1本必要になります。 基板と PC を USB ケーブルで接続した後、Windows Device Manager で基板が認識されているか確認します。認識されない場合は、何度か PC と基板を接続し直して様子を見ます。改善しない場合は、ST-Link USB ドライバーを再度インストールして、PC を再起動してから PC と基板を接続することをお勧めします。 基板の接続確認のため、Cube Programmer を使います。Cube Programmer を起動してターゲットマイコンと接続します。PC と基板を USB ケーブルでつないだ状態で、Cube Programmer の右上にある緑色のコネクトボタンをクリックします。ターゲットマイコンと接続すると、 キューブプログラマーの画面右上の状態がコネクテッドに変化します。キューブプログラマーの画面左にアイコンが並んでいます。アイコンだけでは何の操作なのかよくわからない場合は3本線アイコンをクリックします。3本線アイコンをクリックすると 左サイドメニューが展開されます。Cube プログラマーを使って ST-Link USB ドライバーのインストールがうまくできているか確認します。次のページの手順に従ってフルチップイレースを実行します。ドライバーのインストールが成功していれば、すぐにマイコンの内部フラッシュメモリが消去されます。 いつまで待っても消去が終わらなかったり、エラーが発生して失敗する場合はドライバーのインストールができていない可能性が高いです。USB ケーブルを基板に付け直して5秒程度待つ操作を何度か繰り返して、改善するか様子を見ます。改善しない場合は、ST-Link USB ドライバーを再度インストールしてパソコンを再起動します。 再起動後にパソコンと基板を接続し直します。左サイドメニューのダウンロードアイコンをクリックして、イレーシングプログラミング画面を表示します。インターナルフラッシュイレーシングタブを選んで、フルチップイレースボタンをクリックします。このスライドは、 フルチップイレースが成功しした状態を示していますフルチップイレースが成功するとメッセージが表示されるので OK をクリックしてメッセージウィンドウを閉じます。その後、キューブプログラマーの画面右上にあるディスコネクトボタンをクリックして基板との接続を切断します。 このスライドは ST-Link USB ドライバーのインストールがうまくいっていない状態でフルチップイレースを実行した一例を示しています。エラーメッセージが表示され、消去操作が失敗しています。ニュークレオ基盤にはマスストレージ機能がありますが、今回の演習では邪魔になります。 キューブプログラマーの ST l i n k ファームウェア更新機能を使ってマスストレージ機能を無効にします。ニュークレオ基盤のマスストレージ機能を無効にした理由を説明します。TZEN ビットが1で RDP レベル1のとき、セキュアステート中の JTAG アクセスがブロックされ、 セキュアファームウェア実行中に JTAG アクセスを検知すると STM32L5 マイコンが命令の実行を停止します。一度この状態になるとパワーオンリセットがかからない限り復帰しません。トラストゾーンが有効で RDP レベル1の時オンボード ST リンクのマスストレージ機能が有効のまま USB ケーブルを基板に接続するとこの状態になり JTAG 接続ができません。USB ケーブルを基板に接続すると、エルゴマイコンだけでなく、ST リンクも同時に電源オンになります。STM32 エルゴマイコンがセキュアファームウェアの実行を開始し、並行して ST リンクがマスストレージ機能を実現のため、STM32 エルゴマイコンに JTAG アクセスします。 マイコンがセキュアファームウェアを実行中にその JTAG アクセスを検知します。STM32L5 マイコンはセキュアファームウェアの実行途中で命令の実行を停止してセキュアステートのままになります。RDP レベル1でセキュアステートの時は JTAG 接続ができないため演習録を実行できません。 基板と PC を USB ケーブルで接続すると Windows Explorer 上に Node L552ZE というドライブが表示されます。n ュ c ク e o 基板のオンボード ST リンクは USB マスストレージ機能によってマイコンの内部フラッシュメモリを USB ドライブとして扱えるようにします。Node L552ZE ドライブに STM32L5 のファームウェアバイナリーファイルをコピーすると L5 マイコンの内部フラッシュメモリにファームウェアを書き込む効果があります。今回の演習でマスストレージ機能が邪魔になるケースがあるため無効にします。STM32CubeProgrammer を起動します。CubeProgrammer の画面右側中段にある ファームウェアアップグレードボタンをクリックします。ファームウェアアップグレードボタンをクリックすると、ポップアップ画面が表示されます。このポップアップで、ST-Link ファームウェアを書き換える操作を進めます。PC と基板を USB ケーブルで接続して、リフレッシュデバイスリストボタンをクリックします。 リフレッシュデバイスリストが ST-Link V2-1 になっているか確認します。ST-Link V2-1 になっていたら Open in Update Mode ボタンをクリックします。ST-Link に u p d a t e Mode で接続すると、現在の ST-Link ファームウェアの種類やバージョンが表示されます。Change タイプにチェックを入れて、 STM32 Debug Plus VCP を選びます。アップグレードボタンをクリックして ST Link Firmware の書き換えを開始します。書き換えが完了すると現在の ST Link Firmware の種類が STM32 Debug Plus VCP に変化します。ここまでできたら ST Link アップグレード操作画面の 右上、バツ印をクリックして、ウィンドウを閉じます。オンボード ST リンクファームウェアを書き換えた後、基板から USB ケーブルを一度外します。一度外した USB ケーブルを基板に付け直して、パソコンと接続します。Windows Explorer で、ノー e L552ZE というドライブが表示されなくなっているか確認します。 以上でエルゴマイコンのニュークレオ基板を使うための準備は完了です。パート2で s t m 3 2エルゴの評価ボードを扱う上で必要なツールをインストールし、評価ボードを使う準備が完了しました。次のステップでトラストゾーン対応ファームウェアを動かすのに必要な知識とスキルを習得します。パート3に続きます。 ご視聴いただきまして、ありがとうございました。